皆様、特急はお好きですか？快適だから好きだな。特急って高いイメージしかないなぁ。いろいろな意見はあると思いますが、今回は古めかしって快適で安い特急ニューレッドアロー号に乗ってみようという動画です。ニューレッドアロー号？これが乗る特急か。今回乗るのは特急小江戸に充当されたニューレッドアロー号、1万系列車です。幕が使われているのか、だいぶ古めかしいな。1万系という車両が用いられています。とりあえずこの特急小江戸号に乗りましょうか。今回は所沢までの乗車です。指定席券が400円なのは嬉しいですね。それは安いね。それに全車指定席なんだな。車内はこんな感じ。青い感じの座席なんだね。指定された席に着席。落ち着いた車内だな。この車両も走り始めて27年が経ちますからね。よく見たらフリー Wi-Fi も使えるみたいだね。時代に沿った快適なサービスが施されてますね。ただ、車内表示器は3色 LED なのが古めかしい。最近の車両に比べるとどうしても見劣りするね。ご案内いたします。本日は特急小江戸号本川越行きをご利用くださいましてありがとうございます。テーブル、広げてみましょうか。見た感じ大きいね。果たしてその大きさやいかに。パカッと、シンプルながらそこそこ大きめだな。ちゃんと人権はあるといった感じですかね。特にこれ以上の用はないので閉じましょう。あら。カーテンもついてます。古い車両にはカーテンがついているっていうイメージが最近出てきたよ。いや、最近の車両でも見かけますよ。ラビューが代表例ですね。あれは2019年の車両なのにカーテンがでかい車両だったな。ドアが閉まりましたね。次は高田の馬場です。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。特急小江戸号本川越行きでございます。止まる駅は高田の馬場、東村山、所沢、狭山市です。この電車は座席指定になっております。特急券の座席番号をお確かめの上、指定の席におかけください。 Ladies and gentlemen, welcome aboard the Koido Limited Express platform 本川越。 We will be stopping at 列車はほどなくして高田の馬場に到着。なんか変なのが来たぞ。いろいろな車両に合わせて作られた巨大ホームドアっぽいですね。巨大だなぁ。次の停車駅は埼玉県手前の東村山駅。約20分ノンストップです。この電車は特急小江戸号本川越行きでございます。止まる駅は列車は大都会を駆け抜けていきます。やっぱり栄えてるね。いつもローカル線に乗ってばっかりだったから高層建築ばっかりの車窓は新鮮だな。停車駅は頻繁に走っていて、かつだいぶ飛ばす優等種別である急行よりもだいぶ少ないです。20分ノンストップならだろうね。座席はさすがの快適性です。実はニューレッドアローの座席は1回交換されています。交換された座席は今は別のところで再利用されています。どこで使われているの？代表的なものだと伊豆急行線8000系のボックスシートですね。リクライニングこそできませんが、元特急座席のハイクオリティボックスシートが味わえます。この車両は座席のどこにもコンセントがありません。Wi-Fi はあるのにコンセントがないのか。でもコンセントを増設するの大変でしょうからね。ほら、肘掛けを上げてもありませんでしたし。座席下にあるというわけでもありません。本当にないんだね。惜しいポイントだな。デッキに出てみたら自販機がありました。おお、今ではあんまり見ないもんね。珍しい。買う人はいるのだろうか。最近デビューした車両だと近鉄特急火の鳥に自販機が置かれているみたいですし、ひょっとしたら多少は需要あるのかもしれませんね。このスペース、なんだろうね。さあ、2012年に公衆電話が廃止されたので、その跡地がここにあるって感じでしょうか。とりあえずでスピードメーターを置いたな。そんなに速くないね。私鉄特急ならこんなもんでしょう。
いつものトイレコーナーです。いつものやつだね。割と扉がデカめなんだな。車一体多いだね。早速中に入り込んでみましょうかね。意外なことに押しボタン式です。ちゃんと設備が整っているのが何とも言えないね。ちゃんと高水準のトイレです。高水準のトイレって何ですか。ちゃんと鏡もついているみたいですね。当たり前だが手を洗う場所もあるな。それよりも気になったのはこの板です。これ、なんでしょうね。ま、でもいろいろな設備は充実してるね。きっちりとした設備があるのはいいな。 SOS のやつもあるみたいだし。トイレ内とは別に洗面台もあります。一応男子トイレもあるんだ。なんか私たちが入り込むのはダメな気がするので今回は入りません。でも一応見るだけ見るってわけか。もうある程度探索したと思いますので座席に戻りましょうか。これ、私のキーホルダーです。夜メロンが覚えてたら概要欄にリンクを貼っておくみたいなので、もしよければチェックしてみてください。そんなこんなでもう間もなく東村山です。この次が所沢だもんね。短い乗車だな。ご乗車ありがとうございました。次は所沢です。東村山を発車したと思ったらもう所沢に着くみたいです。あひゃ、高田馬場から東村山までが22分なのに対して東村山から所沢までは4分なので、その分大きな差を感じます。ここら辺はバリバリ止まっていくのが西武特急の特徴なのだろうか。はい、というわけで下車です。はい、というわけで本日は西武線特急のニューレッドアロー号に乗ってきたという動画でした。グラフィックな分岐ながら行き届いた設備よかったね。後継者としてラビュー号が出ていますが、お互い全く性格が違うので、それを楽しみながら乗るのもいいかもしれません。同じ会社なのにだいぶ違うもんね。というわけで今回はここまでです。それじゃあまたねー。また次の動画も見てもらえたら嬉しい。ご視聴ありがとうございました。